皮下注射針の異なる射角左側、注射器、右側、色分けされた、ルアーロックコネクターがついた、皮下注射針皮下注射針の特徴皮下注射針は、皮膚の中に入る医療用具の一種であり、鋭利物と呼ばれる先端が尖った一本の非常に細い中空の管である。一般的には注射器と呼ばれるピストン付きの手動器具で、体内に物質を注入したり、 体内から液体を取り出したりするために使用される。大口径の皮下注射針による介入は、致命的な失血、またはショックの治療において特に有用である。皮下注射針は、液体を迅速に送達する場合や、または注入される物質が傾向で、摂取できない場合や、または吸収されなかったり、肝臓に害を及ぼす場合に使用される。また、嘔吐のために、 蛍光投与できない特定の薬物を送達するのにも有用である。注射には多くの可能な経路があり、筋肉内及び静脈内が最も一般的である。皮下注射針は滅菌が要求される研究環境においても重要な役割を果たし、無菌機質で摂取時における汚染を大幅に減少させる。それには二つの理由があり、第一に、その表面が非常に滑らかで、 空気中の病原体が針の表面上の凹凸の間に捕捉され、汚染物質として媒地に移動するのを防ぐ。第二に、針の表面は非常に鋭利であり、膜を戦死した後に残る穴の直径を大幅に縮小し、その結果、この穴よりも大きな微生物が気質を汚染することを防ぐ。古代ギリシャ人やローマ人は、蛇交渉や毒薬を持つ武器の観察から、 薬の投与方法として注射を知っていた。旧約聖書やホメロスの作品にも、投与や塗り甲についての言及もあるが、合理的な医療手段としての注射が真に探求されるようになったのは17世紀に入ってからである。クリストファー・レンは1656年に犬に腸脈注射を行い、蘇生の皮下注射針を使った最初期の確認実験を行った。 これらの実験は、動物の膀胱とガチョウの軸を使って、アヘンなどの薬物を犬に、静脈内投与するものであった。連ラの主な関心事は、伝統的に蛍光投与されていた薬が静脈内投与で有効であるかどうかを知ることであった。1660年代に、キールの JD メジャーとベルリンの JSL ショルツが、最初に人間への注射を実験した。 これらの初期の実験は一般的に効果がなく場合によっては致命的であった。注射は2世紀にわたって指示されなくなった。メモリ線が刻まれていることを除きウッド博士の設計と同様の全体がガラス製の注射器で非可注射針と注射器を使用していたため正確な投与量にはあまり関心がなかった。エディンバラでのウッドの研究と同時期にリオンのシャルル・プラバスも 独自に設計した注射器を用いて羊に皮下注射を実験した。プラバスは長さ3センチメートル直径5ミリメートルの注射器を設計した。それは全て銀で作られていた。ロンドンの下界であるチャールズ・ハンターは1858年に皮下注射を表す用語ヒポデルミックの造語で有名である。この用語はギリシャ語の2つの単語ハイポイコール。 したと、ダーマイコール、皮膚に由来している。さらに、ハンターは、注射が痛みのある部位に近づいたにもかかわらず、患者の痛みが軽減されることに気づいた後、注射の全身的効果を認めたとされている。ハンターとウッドは、現代の皮下注射針の起源だけでなく、一度投与した薬の効果についても意見が分かれていたため、長い論争になった。ウッド博士は、 医療技術としての注射の普及と受け入れ、及び皮下注射針の普及と受け入れに大きく貢献していると考えられる。皮下注射針の基本技術は19世紀からほとんど変わっていないが、年々進歩し、医学や科学の知識が向上するにつれ、安全性と有効性を高めるために小さな改良が加えられ、針は非常に特殊な用途に合わせて設計され、調整されている。 用途に合わせた針の使用の変化は、特に糖尿病患者へのインスリン投与のために、1920年代に始まった。第二次世界大戦の勃発は、戦場で、モルヒネやペニシリンを投与するための部分的に、使い捨ての注射器の初期の開発に拍車をかけた。完全に使い捨ての皮下注射針の開発はいくつかの理由から1950年代に促進した。 朝鮮戦争で血液が不足し、それに応じて採血用の使い捨て無菌注射器が開発された。この時期にポリオに対する予防接種が広く行われたため、完全に使い捨ての注射器システムの開発が必要であった。1950年代には使用済みの注射針による二次汚染が増加し、認識されるようになった。これは1956年にニュージーランドの薬剤師、 コリン・マードックによって最初の完全に使い捨てのプラスチック製注射器が開発されたことにつながった。この時期はまた針の使用から一般的な無菌性へと安全性への関心の変化も見られた。1980年代には HIV が流行し使用済みの針からの二次汚染の安全性に対する懸念が新たに高まった。特に医療従事者の安全性を確保するために 使い捨て針に新しい安全管理が設計された。これらの管理は引き込み式の針などの針そのものだけでなく使用済みの針の取り扱い、特に今日の医療現場で見られる高質素材の廃棄物容器の使用においても実施された。2008年までにはすべてプラスチック製の針が生産されていたものの使用は制限された。一つのバージョンは 方向属液晶ポリマーのベクトラで作成され、ハブ部 1.2mm から先端部 0.72mm にテーパーが付けられ、内外経費は70%である。非可注射針は通常、ステンレスコーの管からチューブドローイングとして知られているプロセスを経て製造される。このプロセスでは、管が徐々に小さくなるダイスを通して引き抜かれ、針が作られる。針の先は、 面取りされて鋭利な先端を作り、針が皮膚を容易に貫通できるようにする。ルアーコネクタに装着された6本の皮下注射針。これらの針は通常、注射器などの他の異常機器と一緒に使用される、バーミンガムゲージも参照。皮下注射針の直径を測定するための主なシステムは、バーミンガムゲージである。主にカテーテルのために使用される、フレンチゲージと混同しないこと。 任意のゲージで様々な長さの針が利用できる。一般的な医療用の針は7ゲージから33の範囲である。21ゲージの針は検査目的で採血するために最も一般的に使用され、16または17ゲージの針は結果として生じる低圧が赤血球への害が少なく、またより多くの血液をより短い時間で収集できるため、献血で 最も一般的に使用される。再利用可能な針は、科学的な用途には有用であるものの、医療分野では使い捨て針の方が、はるかに一般的である。使い捨て針は、プラスチック、またはアルミニウム製のハブに埋め込まれており、圧入、またはねじり装着によって、シリンジバレルに取り付けられる。これらは、商標である、ルアーロックを参照して、 ルアーロックあるいはルアーテーパー接続と呼ばれることもある。製薬機器メーカーによって製造されているオスとメスのルアーロックとハブは使い捨ての皮下注射針の最も重要な部分の二つである。娯楽的なヘロイン使用者が使用する皮下注射針皮下注射針は通常医療従事者によって使用されるが患者自身が使用することもある。これは 1>, 1日に数回のインスリン注射を必要とする一型糖尿病患者に最もよく見られる。また、喘息や他の重度のアレルギーを持つ患者でも起こる。このような患者は、脱換差注射を受ける必要があるかもしれないし、重度のアレルギー反応の場合の応急処置に使用する注射薬を携帯する必要があるかもしれない。後者の場合、そのような患者は、エピネフリン、ジフェンヒドラミン、 またはデキサメタゾーンを充填した注射器を携帯することがよくある。これらの薬剤の一つを迅速に注射することで重度のアレルギー反応が止まることがある。多発性硬化症患者は注射によって自己治療を行うこともできる。様々なインターフェロン製剤を含むいくつかの MS 治療薬は皮下注射または筋肉内注射によって自己投与できるように設計されている。 一部の国では、勃起不全の患者に、アルプロスタジルの注射剤が処方されることがあり、これは、非常に細い皮下注射針で陰形の根元や側面に、直接自己注射される。皮下注射針は、訓練を受けていないユーザーによって、娯楽用の静脈内麻薬使用にも用いられている。政府が使い回しの針を介した疾病の蔓延について、現在のレベルの意識を得る前は、 多くの国で、皮下注射器は、処方箋によってのみ、入手可能であった。従って、共有の注射器を介した肝炎や、HIV などの血液媒介性疾患の蔓延を制限するために、多くの国では、ほとんどの大都市で注射針交換プログラムが実施されている。一部の国では、このようなプログラムは政府によって全額、または部分的に助成されている。 エイリーな先端部を持たず、通常は、悲滅菌で製造された、二部針は、小さな容器に充填したり、少量の溶剤や接着剤を正確に塗布するために、工業的に使用されている。世界人口の約3.5から10%が、注射恐怖症を患っていると推定されており、5から17歳の子供に多く見られる。局所麻酔薬を使用して、注射を行う部位を鈍感にし、 痛みや不快感を軽減することができる。小児には、針に関連した苦痛や痛みを軽減するために、様々なテクニックが効果的である。そうしたテクニックには、気晴らし、催眠、認知行動療法の組み合わせ、呼吸法などがある。ありがとうございます。